う一度バレエを踊れるようになる。もうひなちゃん焼けちゃうな。ライムたちに任せておけば全部うまくいくから。ということで、はい、それでは進めていきます。はい、うん、あれ以来どのコンクールでも見かけないし、何してたのよ。あら、イベントシーンですね。早速なんかちょっと不穏な空気が、うん、それはおやおや。仕方ないでしょ、ひなちゃんバレエやめちゃったんだもん、うん、おおはぁ、あ、何言ってるの、バカじゃないの。ライムバカじゃないよ。ひなこがバレエをやめるなんて、うんうん、世界が滅んだって。そしてこのシーンは、はいはい、ひなこが、バレエをやめてしまったことに対して、うん、そのライバルである、うん、サラサという女の子が詰め寄っているシーンになります。はい、そんなね明るいテンションで詰め寄ってるシーンになります。結構シリアスですね。結構シリアスですけどね。ちょっとこのはいもうちょっといい、はい、やってきます。いや、イベントシーンでございますね。あなた、もしかしてスランプ？それとも何？なんとか言ったらどうなのよ！あなたに何がわかるの？ライム、落ち着いて。何なの？今日の放課後、屋上に来て、そこで話す。私、ひなちゃん、お？ああ、お？え？あじゃ、あ、お、お、やだ。あ、それにしても、厳守、あんなのが。この世界にいるなんて。これ結構古いタイプの風呂ですよね、この蛇口の。これリアル感がね、温水とさ、この美少女とこのちょっと古い感じね。あんまない。ない。なかなかない。うん。あ、やるしかない。あら、もう一度あのステージに戻るために。うん。だから。あ、おお、教室だ。ではこちらはですね、うん、放課後になります。で、はい、放課後になりますと。まあ、いろんなところに、学校内探索して、うんうん、キャラクターに話しかけたり、あとはミッションというその活動を行うことができるようになっています。うん、わー、スカートの揺れがいいですね。つるつる、くるくる。いや、すごいですね、このねスカートの、うん、見えそうで見えない感じね。ひらひら感すごい。そうですね、今ちょっとあの外を見ていただくですね。はい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 。あ、なんか窓が濡れてる。見えますか、みんな。これ画質大丈夫かな。ね、見れるかな。見れるかな。そう、ね、
って、まあ、こんなですね、窓にね、何かが、うん、そう、何かが何かがね、まあ、水、まあ、水滴がね、別にもったいぶるとかじゃなかった水滴がついてるんですけど、水滴が ね、つまりね、はい、雨が降ってるのかな、そうですね、うん、まあ、こんな雨の日にですね、外に出るとですね、うんうん、まあ、ちょっと大変なことになってしまいますと、うん、ショートカット屋上に行っています、お、屋上に行ってしまうんですか、うん、雨、雨降ってますからね、大丈夫ですかね、おー、おーあ、これがいわゆるあれじゃないですか、なんですか、ね、濡れて、え、わかんない、もうちょっと濡れてスケール、そう、濡れてスケール、はい、濡れつけですよ、濡れつけって言うんですね、こういうのはね、いや、すごい、でもわね、傘もささずに屋上に入って、ね、傘もささずこれが青春だからね、そう、わかんないけど、嘘雨に打たれる、お、なんかあるぞ、あれ、なんかなんか出てるけど、なんか出てる、なんか濡れ隙ももっと触れたいところだけど、匂いが出てるのこれ、これは匂いじゃない、これはですね、匂いじゃないわよ、匂いじゃない、疲れそうだよね、言いなりの望月さん、うん、ということで、はい、でこちらがですね、はいはい、先ほどのミッションって呼ばれる一つの活動の中の一つなんですけども、はい、そのコモンドっていう、うん、そのまあ、このゲームにおけるその暴走状態というのがありまして、まあ、その状態になった生徒たちを助けようというその活動の一環になります、うん、心がちょっとねあれなって言われたところことだけやってればいいってずっと言ってることずっと言ってる子がいるみたいだよ、ゆず、うん、は言われたことだけやって生きてる生活なんてまっぴらごめんだけどなって、これゆずが、ユズが、この子のことをね、あ、コメントしているということですね、周りのバカになったキャラクターたちが、うんうん、まあ、こういった形で主人公にタレコミをするみたいな、うん、感じで、そうそうそう、はい、なるほどなるほど、なんかもう伝えているタレコミ、タレコミ、タレコミ、今流れてタレコミってなんかちょっと違うと思うな、ゆかちょっとタレコミは違うなこのゲームとは、言いなりになっちゃってるこの子をね、はい、助けに行きましょう、はい、助けに行きます、あ、助けに行っちゃった、助けに行こう、おー、かっこいい、飛んだコモンにですね、来ましたけれども、さあ、ドキドキですね、あの入るときあのポーズ好きなんですよね、ここでお願いしますあれいい、かっこいい、でこちらが、そのキャラクターを助けるために行く異世界になります、すごい、こちらの異世界なんですけども、うん、まあ、こういうふうに360度回せまして、ね、ちょっと高いところから、なるほど、アップまで、こういうのを見せると、わぁ、カメラ分かってるね、あ、そうだね、あ、もう全然見えますね、ねえ、ねえって言っちゃった、違う違うすごいですね、壮大、綺麗なところ、歩いていきます、ね、あ、はい、変身、変身シーンはしかるべきところでね、うん、あれですから、そうですね、毎回毎回やらないですよ。そうよ。まだね、アイテム見てほしい。ね、おお、なんか。こんな形でアイテムが落ちてるんで、ちょっと待って。あ、やられた。今何か。それ嫌いじゃん。始まっちゃったよ。ほら。お、戦闘開始。切るとね。そう。ちょっと行動順が。なるほどなるほど。あ、じゃあ有利になるよっていう。あ、逃げた。逃げた。そう、ちょっと逃げて。ちょっと逃げられますからね。そう。こいつじゃないんです。ではないよって。しかも、しかもその人ではなかったんだね。敵のその人じゃなかったんだね。台本にない行動。あ、そう、こいつね、ザコだ。今切りましたからね。と、ね、はい、こうするとね、行動陣がほら有利だと。本当だ。はい。で、せっかくなので、ゲームの流れと言いますか、基本的な、はい、ルールの方を説明していきたいと思います。よろしくお願いします。はい。で、まあすごい簡単なんですけども、うんうん、基本はこのコマンドを選択して相手に敵をダメージを与えたり回復したりっていうようなコマンド選択型の、うん、戦い方になっています。なるほど、コマンド選択、じゃあここが重要になってくるわけですね、はい、選択も、お、うん、かわいい、湿度 40% じゃないですよこれはね、あー、あれですね、湿度のゲージじゃない、パーセンテージですね、気になるところですよね、いやー、本当にでも映像綺麗ですね、光の感じがね、こっちもこだわってるよね、すごい、うん、この逆光の感じとかが綺麗、かわいい、うん、まあ、このライムちゃんはこの熊で戦うんだよね、いやー、かわいい、ぬいぐるみですかね、あれかわいい、おー、はい、ということで、うんうん、まあ、こちらの先ほど湿度って言われてしまったんですけども、はいはい、こちらのゲージはですね、エーテルゲージっていう、エーテルゲージ、はい、うん、
型になってまして、こちらをですね、使用することで、なんと1ターンにその2回攻撃ができるというシステムが、あ、そうですね、オーバードライブ、はい。あ、エーテルゲージを貯めてとオーバードライブという行動ができるようになるということですね。おお、違うキャラで、あ、いや、もうやばいです。今のがオーバードライブだね、はい、今のがオーバードライブだね、はい、これで倒していきましょう、うん、1回やって、1回でもう1回こう連続攻撃で、回数重ねると強力になっていくんですよね。そうなんです、うん、だんだん強力になっていくのと、あと消費 MP も下がっていきますので、うん、ぜひ、構造という時に使っていただければと、うん、なるほど、はい、おお、これは、ではゆずきちゃんのターンですね。上見てますね、うん、どういうことですかね。今誰と戦ってるのか、まあ、全然わかんない、ちょっと見ていきます。おお、おや、だいぶ TV も出てる。先ほどとはだいぶ違う迫力のある、うん、これが、ね、いかにも雑魚のやつと違いますよね。違いますね、これが原種ですね。そう、原種、原種というのはいわゆるボスですね、ボスですね、本当に。おお、強そうだな。もうあからさまに強そうですよね、これはね。この曲もね、もう初公開なんで、皆さんね、ぜひ聴いてほしいなと。はい、私ちょっとチキンなので、戦う前に保険をかけております、うん、お、今これは何を。それがですね、あのタイムライン上に、うん、回復をセットするといったような、うん、そういった形になります。あれが真ん中に来ると回復されるってことですね、はい、あ、なるほど、うん、では、もう攻撃していきましょう。時間差回復だ。お、そうですね、今度も開けます。お、なんか槍になったぞ。槍になった。おお、倒す時のポイントとかってあるの。そうですね、倒す時のポイントとしては、今回はあの3箇所今回攻撃する箇所あると思うんですけども、あ、本当ですね、3箇所、ね、それぞれ、原種ごとに特徴がありまして、今回は、このサンドラゴというの武器のところを攻撃すると敵の攻撃力を下げることができて、うん、でこのミンドラゴという盾を攻撃することで敵の防御力を下げることができます、うん、で普通にこの通常の攻撃でその本体を攻撃しますと2とか3とかしか食らわないという。あ、2だ、本当だ、すげえ、上の方にマイナス2って、うん、ちょっと上の方ですけれどもね、2って、わー強いですね、強いな、さすが原種、硬いですね。あ、回復されましたね。おー、え、ちょっと動きが、うんうん、じゃあまずお武器を壊していくと。そうですね、ですね、まずは武器と、うんうん、あとはそのノックバックといってですね、はい、敵の行動順を遅らせることができます、うん、こちらでちょっと隙を作りながら、うんうん、これいかにこうノックバックをさせつつ、うんうん、敵の行動回数を減らしていくかって意味するんですね。そうですね、あー、なるほど、うん、もう攻撃させないっていうのがね、はい、結構肝になるのかな、うん、おお、いや、かわいいなー、うん、ちゃんの技。でこちらでその MP が減ってしまっている状態と、はい、あとその下の、はい、14%、まあ、エーテルゲージですね、こちらも減ってますので、このエーテルチャージということをやることで、はいはい、MP の回復とそのゲージの回復ができます。で今出てるのが、あ、今一瞬ちょっと表示されてるんですけども、はい、この今あの普通にからすごい攻撃力高くて、あ、今ですね、結構この一瞬、うん、ダメージ大きいんですけども、はいはい、ちょっとタイミングが合わないです。おー、ここ待って、大丈夫かな、うん、で、ここで今出てますね、ガードっていうことをすることで、うん、受けるダメージを、はい、軽減することができます、うん、こちらはその先ほどのエーテル、溜めたエーテルゲージを使ってやるコマンドになります、うん、なるほど、オーバードライブだけじゃなくてガードも、はい、ガードにも使えると。でもあれ瞬時に判断しないといけないっていうのは結構大変ですね。そうなんですね、なのでコマンドは性能 RPG だと結構特殊な、うん、なるほど、コマンドになってるかなと。うわ、来た。おや、おや、おや、これ、これはサポートキャラですよ。これサポートキャラ。いたシュート。に、たったでしょ。これがね、これがケイちゃんですね。そう、ケイちゃん。あれでみんなに助けてくれるんですよ、こうやって。なるほど、サポートキャラクターをつけていると、ああいう風に助けてくれる。に、に、仲良くないと役に立たないかもしれない。そう。なるほど。仲良くてもみたいなところがね、あの、どこまでいけるかみたいな、いけるか、一般人としてみたいな、ここが大事なんです。だってバスケットボールで向かってましたからね、うん、今ね、原種に対して、うん、いや、すごいですね、これはすごい。足は引っ張らないですよ。あの、一応助けてくれる、助けてくれる、また来たよ、おやおや、この、ね、技もね、一つ一つが可愛い、うん、お、あ、お、え、なんだ、何ですか、なんか、なんかお話ししてるけど大丈夫。おやおや、え、うん、おお、でも回復した、めちゃめちゃ回復した、めっちゃ回復した、どうなんだ、み、み、ん、これね、うん、
化粧ポーチ。化粧ポーチ。なんかね、粉を巻いてくれる。粉を巻いたらスピードが上がりましたよ。はい、みんなね、じいさんみたいな、ね、すごい。いや、話すぎじゃん。みんなね、やっぱりあの普通の子なんで、これ普通の子ならではのそうサポートをしてくれるっていう。謎の子なんて言い方やめてください。いや、でもいいですね、かわいいモーションが一つ一つがこだわってらっしゃって、はい、で、そろそろですね、こだの音あ、そろそろとどめが刺しそうな感じがします。お、え、もうそんな行っちゃうんですか。やっぱ、ね、今こだわりといえばこのね、やっぱこのユーザーインターフェースね、うん、あの今までのアプリシリーズとか他のゲームとやっぱちょっと変わった感じに、ね、はいはい、なってるんですよ、はいはい、今見ていただいてると分かると思うんですけど、はい、まあ、フラットデザインなんだけども、特にこう動きに、注目してみてもらいたいので、こう選ぶと、うん、なんだろう、後ろのね、こうなんか図形とかあ、本当ですね、グリッドみたいなのが動いてる、選択範囲に沿ってこう動いてっていう、うんうんうん、結構分かりやすく、まあ、可愛くおしゃれにみたいなのね、こだわって、ディレクションしてるので。そうなんです。これはすごいこだわりの部分がじゃあ、うん、そうですね、出ていると。これ本当にこだわった部分ですね。うんうん、おお。そこ行ったらね、とんでもない攻撃をしてます。本当ですね。盾がぶち壊れました。壊れた。うん、あ、出た。出た。サービス。なんだと。これも2くらいかな。これで盾が壊れたので、防御力が下がった状態になります。あ、すごい。テニスですよ。でこちらでですね、それぞれのこのオーバードライブを最大の上限まで使うことで、うん、できる必殺技みたいなのがあります。そちらをちょっとお見せしていきたいと思います。お願いします。ちょっとこれうまく使わないと、うんうんうん、すごい、こんなにできるんですね。うん、お、来た。おお、あ、これで剣も、あ、槍も壊れました。これで締めるとそうですね、これで締めです。おお、あ、やっちゃいました。